Hello, motherfuckers。 よいしょ。さあやってきましたよ、ロゼワインのお時間が。今日も相変わらず全く懲りずにロゼワインを2本紹介していくでございます。この日本全国、いや全世界何千億万人いる中で、ほんの1人か2人か3人か100人ぐらいかロゼワインをね、おちょっと飲んでみようかななんて思ってくださるきっかけになれば非常にありがたいでございます。だもんでね、今日も俺はロゼワインをこうやって飲んで酔っ払っていくのさ。今日の日本はこちらでございます。じゃん、マテウス5選。これは何、ロゼワインのスタンダードなのかな。だからもう一丁こちらがラ・シャブリジェヌフルゴーニュ5選。本日はこの2本で Here we go! Rock and roll! もしや本日こっちのマテウスからいきましょうかね。面白い形のボトルでございます。玉ねぎみたいな。いきましょう。じゃん、マテウス5選。ポルトガル生まれの微発泡性ワインです。おー、そう、ロゼワインの動画始めた時からずっとワインを探してあっちこっち行ってるんだけど、結構これ見るんだよね。だけどなんかこれ今まで手を出さずに来ちゃって、まあ、ようやく今回こいつを紹介するに至りました。では行きましょう。ああ、なるほど。微発泡性ですね。あ、そうそう。グラスは今日もリーデルです。でかいからどんだけついていいかわからん。まずは香りから。うん。発泡性のワイン、スパークリングワインっていう感じの香りですね。なんか面白い味すんなこいつ。ジュースみたい。お酒らしさがないっていう意味ではなくて、炭酸飲料。いや、もちろんしっかりロゼワインしてるんだけどね。それじゃあね、料理と合わせてみましょうか。今日はね、アクアパッツァ作ったんですよ。じゃじゃーん。おい、まあ皿を傾けるとこぼれてしまいますんでね。魚はですね、カマスとクロムツの2つです。安い魚という中でうまいんだから。ちょっとね、具材を多くしすぎたんだよね。具材を多くしすぎたっていうか、たくさん入れた具を全部皿に乗っけてきてしまいましたもんで、非常にごちゃごちゃしております。じゃーん。うん、小骨が多いね。うん、いや、うまい、うまいな。味は申し分ねえでございやす。魚以外の具はね、オリーブ、ベルギーエシャロット、ピーマン、緑と黄色、それからミニトマト、玉ねぎ、ニンニクですね。うん、うまい。いや、カマスめっちゃうまいな。なんかね、だけどこれなんだろう、オリーブオイルと合わないのかな。今口の中でね喧嘩してます。
ちょっと料理のコショウを効かせすぎたかな。黒むついってみましょうか。塩加減バッチリ。こいつは眉。多分カマスも黒ムツも味は淡白だから、淡白ってその悪い意味じゃなくてね、かなりあっさりしてるもんで、魚それぞれの香りはあれどワインが合わないってことはないです。うん、ただなんだろう、やっぱりオリーブが合わないのかな。オリーブ、オリーブね。野菜の香りはね、すごく立つんですよ。よし、他の料理もじゃあ試してみましょうね。鶏のレバー&ハツ、それからちくわですね、照り焼き、アスパラをぶっ刺してあります。それを照り焼きにしたものでございますけども、じゃあ鶏レバーからいきましょう。鶏レバーはね、塩焼きでございます。このロゼワインの動画でなんちゃらの塩焼きっていうのは多分たびたび登場してるような気がしなくもないんだけど、だって塩焼きなんだもん、簡単なんだもん、しかもうまいし使い勝手いいっすよ。よし、まあ合わないとかっていうよりは、まあ無難に酒とおつまみかなっていうところですね。うん、でこっちの照り焼きなんだけども、まあこんな感じでちくわにアスパラをぶっ刺してございます。これを照り焼きにしたんだけども、まあこれはあれですね、ちくわとかアスパラがどうのこうのより照り焼きのタレですよね、要は。うん、これうまいな。うん、照り焼きのタレに、まあ言ってしまえば合わないんだけど、照り焼きとね、なんていうか、非常にもったいないです。てなわけで次のワインいきましょう。ラ・シャブリジェンヌ・ブルゴーニュ・ロゼ2010。うん。特にこれといったコメントはないでございますね。スマートフォンアプリワインリンクで読み取ってください。いわゆる QR コード的なものだと思うんだけど、こんなブドウの絵でそういうの読み込めるんかな。へえ。いやいや、文明ってのは発展が凄まじいですな。それじゃあ、行ってみましょう。Yes, alright. Yeah, 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 yeah. よくわかんない言葉が書いてあるぜ。これはボトルのことかや。Alright. Here we go.すげえロゼワインっていう香りがしますね。
広がる。いいですね、この攻めてくる感じ。生優しい甘さなんかないんだぜっていうのがね、伝わってきます。うん、なかなか好戦的なワインじゃないですか。それじゃあそいつがおつまみに対してどう出てくるか、いってみましょう。うん、非常にうまいです。養殖の魚料理っていうのは、養殖の魚料理っていうか、このアクアパッツァっていうのは野菜と魚が合うじゃないですか。この魚が何でも合うんですよね。今日はカマスとクロモスなんだけど、魚と野菜が、野菜を何使ってるのもバッチリ合うんですよね。いやー、アクアパッツァっていうのはね、不思議な料理でございます。オリーブはなかなか強烈に白身魚を殺してきますね。うん、まあまあまあ、それはともかく。うん、こうして飲んでみると意外とこのワイン風味が濃いんだなと思いますね。あの、おつまみ食べる前、単体でこれを飲んだだけの時はそんなことは感じなかったんだけど、ピーマンの苦さに弱いかなと思いますね。うん、身だけで言ってみますか。そうそう、魚に合わせる分にはいいんだよね。オリーブだとちょっと引っかかるところがあるけど、許容範囲内かなとは思います。それよりもね、これね、トマトと合わせるのがうまいね、すごく。トマトは いいですね。うん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 、アクアパッツァ全体として感想を述べたかったんだけど、やっぱり食材一つ一つに違いがあるもんだから、そこはどうしてもね、鶏レバー、俺内臓結構好きなんですよね。うん、レバーの風味と塩味がバッとくるのは全く問題ないんですよね、料理として。鶏レバーにこのワインが合うかどうかって言ったら、疑問は残ってしまいますね。照り焼きいきましょう。なるほど。あのね、みりんとかお砂糖の甘さがあるとこのワインはそれと互いに引き立て合いますね。いいね、甘さを強調してくれるワインっていうのはいいね。いや、いいかもしんねえな。料理に使われる和風の甘さにはこれはなかなか
一緒に楽しむお酒として応えてくれるんじゃないかって思いますね。いや、俺自身はもう相当かなり酔ってるから、いや、このワインね、和風料理メインの居酒屋さんなんかに置いとくとおすすめしやすいかも。よし、よし、これで一通りワインと料理のマッチングが済んだから、あとはもうこの酔っ払ったままでぜーっていくのがこの動画の魅力なのかな、知らんけど。